った。で、その後24歳でモデルデビュー。ほう、まあ、割と遅めのデビューですね。確かにね。で、わずか1年でフェンディからお声がかかりまして。おフェンですよ、おフェン。おフェンから声かかってミラノで世界デビューされました。その2ヶ月後にはパリコレもデビューされます。まなみさんのスーパーモデルぶりがわかるショーの映像ございます。はい、見てみましょう。綺麗。可愛い。綺麗。首も長いな。俺やないか、あれ。なんで俺はめ込みで入れてんねん。ね、ひったくる直前ですよね、これね。顔が欠けてますね。いや、顔欠けてるし、なんかの収録終わりにちょっとすいません、後藤さんここ歩いてください言うて言われたやつやねんか。これね、身長もね、そんなすごい差があるわけでもないのに、うん、なんだろうこの違和感はって考えた時に分かりました、うん、こちらです。こうですね、腰の高さが、やめろ、ここですよ、後藤さんもへその上ですからね。おへその上、乳首のちょい下やな、ちょい下。もう完璧なように見える万波さんなんですけども、うん、実は、とんでもない度胸の面倒くさがりやと、お部屋を、はい、お写真撮ってきたんですけども、現在ニューヨークに自宅を借りていらっしゃいます。NY の方に。NY ニューヨークのどの辺なんですか。マンハッタンです。うわ、高いよー。